ボンノの肖像、ジュゼッペ・ボンノは、ウィーン生まれの作曲家、指揮者。オーストリアの神聖ローマ皇帝ヨーゼフ2世の宮廷学長を務めた。名前には、ジョゼフ・母のジョシーファス・ヨハネス・バプタイズ・タボンなどいくつもの異なる表記がある。ボンノの父親は、ウィーンの宮廷に仕えるイタリア人であり、皇帝ヨーゼフ1世が名付け親であった。 ボンノは初めヨハンゲオルクラインハルトに音楽を学んだ。彼の音楽の才能を認めたカール六世は自ら費用を負担して1726年にナポリの音楽学校に留学させた。ナポリでボンノはレオナルド・レイオラに学んだ。ナポリ時代の作品としてはジョバンニ・クラウディオ・パスクイーニの台本によるパストラーレ・ニゲラ・イ・ニセが知られる。1736年に ウィーンに戻った。ボンノは宮廷作曲家の職を望んだが、当時の宮廷学長フックスは、彼の対法の知識が正しくないとして反対した。1739年になって、ようやく宮廷作曲家としての地位を得た。ボンノは主に声楽曲を作曲した。教会音楽の他に、宮廷の様々な祝祭のための世俗音楽を作曲している。はじめパスクイーに 1740年代からは、メタスタージオの台本によるカンタータを作曲した。1750年以降、オペラ作家として絶頂期に入り、メタスタージオのリブレットによる、オペラ、羊飼いの王様、中国の英雄、無人島を次々に作曲した。しかしその後はオペラよりも、教会音楽を主に書くようになった。ボンノの音楽は、ナポリの伝統の強い影響下にあった。 ボンノの重要なパトロンにザクセンヒルトブルクハウゼン、公爵ヨーゼフがあり、ボンノは公爵のロフラーの宮殿で毎週開かれるコンサートの指揮者を務めた。羊飼いの王様と中国の英雄は公爵の依頼によって作曲された。また、無人島は当時マドリードの宮廷で働いていたカリネッリの依頼によって書かれた。1759年にはメタスタジオの台本による オラトリオ、あがない種の手本イ作クが、ロフラーの宮殿で、衣装付きで講演されて、大成功した。ボンノは教育者として、多くの歌手を育てた。また、ロフラーの宮殿のバイオリニストだったカール・ディッタース・フォン、ディッタースドルフを教えている1774年に、フロリアン・レオポルト・ガスマンが没すると、その後任として、宮廷学長に就任した。 1774年には、ウィーンの音楽家協会のためにメタスタージオの台本によるオラトリを再開したヨセフを作曲し、翌1775年から1780年までガスマンの公認として協会の会長を務めた。1780年には、マリア・テレジアの葬儀のためにレクイエムを作曲している。健康を損ねたために1782年頃に、 指揮者を辞任している。1788年3月に宮廷学長を辞し、翌月没した。宮廷学長の職はアントニオサリエリが引き継いだ。ありがとうございます。